どうもー影やんですえー、皆さんはですね皆さんというかあのどうですかねメンタルをこう強くしたいなぁと思うことってあるでしょうかね、えー、自分がメンタル弱いなぁと思ったりとか、えー、なんかこう動揺したりとかすることがあるなぁってそういうのをなくしたいなぁって思う人がいるかもしれませんいるかもしれませんからそういう人がいる。 としてですね、えー、メンタルをね強くする方法っていうのがね、えー、あるというかまあそうした方がより、えー、メンタルが、えー、強くなるんじゃないかなと思うことをね、えー、ちょっと言っていきたいかなというふうに思います。でメンタルが弱いっていう状態いうのはどういう状態かというと、えー、動揺してたりとか、えー、こうなんか。 こう不安に思ったりとかね結局メンタルが安定してない状態が、えー、メンタルが弱い弱くなってる状態やと思うんですね。じゃあ、えー、メンタルが強くなるっていうのはメンタルを安定させている状態を作ることができれば、えー、メンタルが強くなるというふうに思うんですけどもどうでしょうかね。でメンタル、えー ほん、ね、でメンタルを強くするにはメンタルを安定させることなんでじゃあメンタルを安定させるためにはどうしたらいいかと言いますと、えー、自分に対して自信をつけることですねまず一つ目として自分に対して自信をつけることこれが、えー、大切なんじゃないかなというふうに思いますで、えー、自信をつけるっていうことについてね、えー、言う前にですね、えー、自信とは何かと。 いう自信っていうのは自分を信じる気質っていう、えー、意味があるんですけども、えー、結局簡単に言いますと、えー、自分を、えー、信じるっていうことですね。自分を信じることによって自信がつくっていうことになるんですね。じゃあ、えー、信じるとはどういうことかと言いますと例えば他人で考えてみてください。えー、他人をね、えー、信じる場合はどういう時かというと、えー、その他人の人が自分との約束を守った時ね約束を守った たときに、えー、他人をこう信用する気持ちになるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、それを自分に当てはめるんですね。自分に当てはめますと、えー、自分を信じるということは、えー、自分の 自分の思った約束をちゃんと果たすということで自分を信じることができるその自分を信じることによって自信がつくという順序になると思いますんで例えばね明日ジョギングをすると決めたとしますね自分に約束をしますほんで明日になってちゃんとジョギングをしたら自分を信じることができて自信がつくと。 例えば、えー、明日プログラミングの勉強を1時間すると、えー、約束した時にですね、えー、自分で明日になった時プログラミングの勉強を1時間するとそうすると、えー、自分を信じることができて自信がつくということになるんですね。でそうやって、えー、そういうことを繰り返してですね、えー、自信をつけることによって、えー、メンタルが安定するんじゃないかなと思います。 2つ目としましてはね、えー、自分以外のね周りの人間のことをね、えー、大したことないと。 思い込むというか思う,思うようにねこう実感するというかねそういうことをするとメンタルが安定するんじゃないかなというふうに思います。であのメンタルがこう不安定な方っていうのは周りを気にしてる方っていうのは結構多いんじゃないかなというふうに思うんですがだから周りをね必要以上に気にしない状態っていうのがメンタルが安定してる状態ですね。だから全く気にしないっていうのもまた問題,かも問題があるかもしれないんですけどもその あまりね必要以上に周りを気にしないでおくことが大切なんじゃないかなというふうに思います。で僕の例で言いますとですね僕が独立した時にね、えー、結構ね集客とかその仕,仕事のね商売についていろいろアドバイスをいただいた ですけどそれ自体はありがたいことなんですけども、えー、そのことをね愚直、えー、に信じてね、えー、行動に移した結果ね結局全然その成果が上が上らなかったんです、ね、ほんで自分で考えてやったらそれが意外と成果が上がったりしてあ周りの言うこと聞いても全然あれやんうまいこといかへんやんと自分で考えた方がうまくいくやんっていうふうに思って。 たたことがあったんでですねでもちろんね、えー、自分で考えてうまくいかないことも結構多いんですけども結局自己責任でやることによってですね、えー、結局自信がつくというか、えー、結局メンタルが安定しましたねやっぱりそ,そういうこともあってですね、えー、周りをね、えー、そんなに自分以外の人間が大したことないんやと自分の方がすごいんやと。 えー、こうまあまあ、えー、もちろん謙虚にはならなければいけないんですけども結構そうやってね思い切って思うことによってねメンタルは安定するんじゃないかなというふうに、えー、僕は考えます。で,、えー、そうですねで3つ目としましてはですねあのなんかこう動揺するような、ね、こととか出来事が起きた時にね、えー、これはまああの具体的なことなんですけども深呼吸をするということです。深呼吸をすすることによってい落ち着くんですねで 落ち着いて、えー、そのことに対して考えるとね、えー、解決できないことを言うのはそんなにないんじゃないかなと。で、えー、それがもし解決できなくてもね、そんな大した問題じゃないことも結構あるんですよね。どうしてもあのー。 できないことととでああればねあの人に相談したりとかなんとかいろいろまた考えられると思うんでね、えー、深呼吸をするっていうことが、えー、大切なんじゃないかなと大切というかそのことによって落ち着くんじゃないかなとその落ち着くことによってメンタルが安定するということですね。とということでですねあのー 今日はメンタルをこう強くするというか安定させるためにはね、えー、まあ自信をつけることであったりとかね、えー、周りをね必要以上に気にしない、えー、自分の方がすごいんやと、えー、周りは大したことないと思うことであったりとかですねあと深呼吸をすることによってねメンタルを安定させる。 いうことができるんじゃないかなというふうに、えー、僕は考えますで、えー、いうことでですね、えー、メンタルを安定させたい方は、えー、そういうことを一度やってみていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日の動画は以上となります。